ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト、ワッキー貝山です。最近ワキワキワッキーはやらないんですかっていうコメントを受けてやってみました。今回はですね、2月の8日なんですけども、ドラえもんシリーズをやった時にですね、今後藤子不二雄さんの作品もやってみたいなと言いつつですね、早1ヶ月、今日はその続きをやりたいと思います。今回はお化けの九太郎、おばきゅうですね。あれですね、キュッ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 、クエーション、君は誰の方ですね。あまちふさこさんも一回お会いしたことありますけどもね。はい、その辺とかですね、まあ昔のオーバーキューも含めて、いっぱい紹介したいと思います。それでは参りましょう。キュッキュッキュッのキュッ。まずは20円サイズのお化けの九太郎の消しゴムフィニャーですけども、カプセル入ってますね。はいね、こちらもまだ開けてませんけども、これがいいんですよね、はい、まずはお化けの九太郎ぞろいでございますけど、これね、なんでこんなに持ってるかっていうとですね、大人になってから買い漁ったんですね。宮城県の南にですね、船岡っていうとこがありまして、そこの駄菓子屋さん20円機あったんですよ、当時ですけども。あ、サラリーマンになってからだかな、94年ぐらいかね。全部10円に変えて回した中のお化けの九太郎、なかなかね、出来がいいんですね。これ飛行シーンとかね。これポピーのね、消しゴムだと思うんですけどね。笑ったキューちゃん。ね。白がいいですよね。ちゃんと後ろの刻印も、藤子って書いてます。ピーってやってポピーでね。消しゴムですけど、残ったキューちゃんもですよね。たたずんだキューちゃん。若干造形が違う感じがするんですけど、このキューちゃん。毛が3本が、もっとね、細い感じがするんですけども、ね、取れちゃいそうなんで、少し大きめに作ってますかね、木さんも。王次郎だけちょっと見当たんないですよね。はい。これが Q ちゃんの妹のピーコちゃん。ね。結構怖いですよね。で、ドロンパですよ、ドロンパ。ね、アメリカから来たお化け、ドロンパ。なかなか、一瞬嫌なやつなんですけどね。根はいいやつなんですよね、ドロンパ。ね。いいですね、この、ゆうこさんですね。うん、ここ。パワーでね、キューちゃん押し切るようなタイプでしたけど、ガッツポーズがまたいい造形ですよね。破壊力ありますよ。すごいな、この。整形不良が、よりなんかこう、オカルト感を増しますよね。出ました。紺野産業の台紙ですね。マルシー取ってないんでね。水鉄砲。キューと一緒に水で遊ぼう。ね、この色すごくないですか？ね、ドロンパが真っ赤。ね。ピーコちゃんがね。うん、黄色。おばキューだけね。はい、当たってますけど。頭から水が出る水鉄砲。こちらでございますね。これ。こっちの真っ赤の方から見てみますか。すごいな、もう潰れてますけども、はい、ピーコちゃんですね。ここの部分に穴が開いてて、水を入れてピュッてやるんですけども、主人公だけカラーですね。カラーといってもピンクと黒ですけど、これがオバキューですね。ここから水が出るようになります。すごいな、まだ待ってて。ということは、ぜひドロンパ持ってる方、コメント連絡お待ちしてます。超絶薄いオバキューともありまして、これが超薄いんですよ、オバキューね、はい、超絶薄いオバキューですね。どこにもマルシーも書いていない、はい、赤いオバキューもありますよ。ドロンパです。ドロンパも薄いです。すごいね、ピーコちゃんね、薄いです。すごいね、ピーコちゃん。ぐんと伸ばしたオバキューもあります。ぐんと伸ばした、これも薄いですね。駄菓子屋で売ってたんですけども、これをですね、スーパーボールの中に入れるとこうなるという、ね。まあ、スーパーボールの中に入れると 1.5 倍から2倍ぐらいの大きさになりますけど、まあ、同じ大きさでカラーリングしたものが、この、はい、スーパーボールに入っているという。いやー、使い回しですね。すごいでしょ。ね、こんにちは。ね、
これ見つけちゃうんですよね。10万個もあるとね、こういうの見つけちゃうんですよ。1985年出したお化けの9太郎9番人形ですから、クッククックエッションの前ですね。はい、ペタペタくっつく面白9番、色塗ってますけどね、ちょっと大味の色付きで、なんか大次郎だけないんですよね。いずれか3点が入ってるということで、はい、おお、全部現役で9番立ちがいいですね。どうですか、いい感じ、ね、この辺のドロンパの表情もいいですね。特にこう腕組みしながら悩んでるドロンパ、こういう造形あんまないんじゃないですかね。あ、でもフルコンプまでもう一つか。ピーコちゃんだけ全部揃ってますね。はい、なかなかど真ん中のピーコちゃんのこの表情っていうのは見たことないですけどね。はい、いかがだったでしょうかね。なかなか可愛らしい造形揃いでした。あの塩ビのフィギュアが中心でしたけどもね、もちろんあの藤子不二雄さんの作品はまだまだありますからね。はい、こちらの動画の方で、はい、忘れられないあたりでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。グッドボタンやコメントぜひ拡散の方もよろしくお願いいたします。700人突破しました、ありがとうございます。あと300人で1000人でございます。はい、それではまた次回でーす。けがさんぼん。